韓国海軍が誇る大型輸送艦マラドは、皆も知っているよね。そんなマラドが、軽空母化に向けて本格的な検討に入ったことが明らかにされたんだって。韓国海軍が誇るって言われてもな、軽空母化して何するつもりなの？軽空母化して何をするのかはわからないけど、軍事関係者の中には、海上自衛隊の護衛艦出雲などに対抗しようとしているのではないかとの声もあるみたい。韓国は本当に日本に対抗したがる節があるよな。勝手にやってくれとは思うが、変な勝ち誇りを見せて迷惑をかけるのはやめてほしいぜ。本当だよね。さて今回は、韓国海軍の誇るウマラ島のポテンシャルや軽空母化計画について、面白おかしく解説したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも、韓国海軍がマラドを軽空母化する理由について考えてみると、正直言って疑問に感じる人が多いはずです。空母を持つことの意味や意義を考えてみると、アメリカなどのように先制攻撃可能な攻撃力としての価値、そしてその攻撃力を持っていることを誇示することによる威嚇の効果、この二つがあると思うんだ。空母のメリットは、陸上のみならず様々な場所から攻撃を仕掛けることができることであり、いわゆる敵国に対していつでも攻撃することができるぞと威嚇する意味があるってわけ。じゃあ韓国海軍に、威嚇すべき敵国があるのかといえば、答えはイエスだよね。韓国が敵視している国って、そう、日本しか彼らの敵国は存在しないんだよね。古来より、日本に対して敵視することしかしなかった韓国だから、北朝鮮は違うのかと言われれば、それは違うと言い切れるよ。なんだかんだ言っても同胞だから、同胞に対して銃を向けるよりは日本を敵視する方が絶対に楽なんだろうね。でも、日本の同盟国はアメリカであり、アメリカは韓国にとっても同盟国になるよね。そうなんだよな。同盟国の同盟国が敵という、わけのわからない状態になっていること自体がおかしいぜ。うんうん、アメリカもそのことは理解していて、軍事機密情報を韓国にどこまで共有しているかといえば、最重要の機密情報は伝えていない可能性が高いそうだよ。日本にはもちろんそれ相応の情報が提供されているとは思うんだけど、まあ、韓国としては敵国である日本が軽空母を所有することになった。ならば俺たちもそれを上回るスペックの軽空母を所有しようじゃないかって感じなんじゃないかな。だって、敵が持っているんだからこっちも対抗しないと、ってなるんだろうね。そうそう。今回のマラド軽空母化の発端も、簡単に言うとそんな感じだろうね。とはいえマラドが軽空母になって、日本が恐れをののくかといえば、その答えはノーだったりするんだけどね。なぜなら、韓国が掲げるようなスペックが本当に実現できているか、日本の反応は正直言っていぶかしげだからってことが挙げられるんだ。ある意味ポンコツ兵器とみなしている専門家もいるぐらいだからな。そもそもマラドの軽空母化をぶち上げたのは、日本が出雲加賀などの護衛艦を軽空母化することを決定し、実際にアメリカ海軍と合同の訓練まで実施することになってからのことだよ。もちろん、これら2隻の護衛艦の軽空母化については軍事国家日本の再来として韓国は強く批判していたみたい。中国の陰に隠れ、便乗して批判するといういつもの対応だけどね。その証拠に、マラドに搭載する戦闘機は、出雲加賀と同様にアメリカの F-35B を想定していることを明らかにしているよ。日本ができることを、我が国でもできないはずがないだろう、という対抗心は相変わらずだね。でも、2021年に就航して訓練を始めたばかりのマラドが、2022年に実戦投入できるだけのスペックを有することができるのか、まずはそこから考えた方がいいと主張する軍事アナリストも多いみたい。今までの実績を見ると当然だよね。どんなに韓国が威勢よく語っても、結局マラドの基本は輸送揚陸艦であり、排水量も 14,500 トンにしか過ぎないもんね。出雲は 19,950 トンだから、そもそもオーバースペックなことをやろうとしても、うまくいくわけないんだ。海上自衛隊の護衛艦と比べるとヘリコプター護衛艦と同レベルの艦艇だから、それを軽空母にするということ自体が滑稽な話だよな。ちなみにマラドは6と9輸送揚陸艦のみ満艦にあたり、スラップシップ艦の6ともすでに就航済みだが、こちらは就航直前にトラブルが頻発し、ようやく就航したかと思えば、バラストのすぐ合いから高速航走が困難であるという欠陥を抱えて、現在補修の最中だったりするぜ。何より、マラドをはじめとする6と9では、F-35B のロケットエンジンから発せられる高熱の排気に耐えられないんだよね。出雲加賀はすでに対応工事を完了しているので、実際にアメリカ海軍と合同で F-35B の離発着訓練を実施し、成功を収めているよ。
かなりの光熱を廃棄するため、出雲加賀でも相当の補修が行われたと言われているけど、韓国は同様の補修を行うことができるかってところは甚だ疑問だよね。韓国はそれでも問題ないと連呼するんだろうけど、マラドを取り巻く環境はさらに深刻なものなんだ。そもそも、アメリカが F-35B を韓国に売ってくれるのかどうか、買うだけのお金があるのかどうか、そのコンセンサスが全く取られてないんだよね。アメリカ議会は F-35B を輸出することに反対しており、韓国は買いたいけど買えない状況に追い込まれると思うよ。日本には売るのにおかしいと言うだろうけど、日本はアメリカと安保条約に基づいて同盟関係を維持しているのだから、全く問題はないんだ。アメリカという国は、自国の利益を保障してくれる相手としか取引をしないと言われているしね。日本との取引は、将来的に起こり得る対中国軍事行動において、良きパートナーとして活躍するであろう日本に対して、軍事力の強化を支援することはアメリカの利益でもあるんだ。一方、韓国のことをアメリカが同盟国とみなしているかといえば、疑問符が残るんだよな。アメリカが韓国の防衛を請け負っている。そう勘違いする人もいるが、韓国にいるアメリカ軍が国連軍であり、アメリカの意思で韓国にいるわけではないぜ。朝鮮戦争が休戦している間、休戦協定に基づいて安全保障のために韓国に軍を駐留させているだけで、韓国とアメリカが安保条約を締結している話もないし、締結しようとする話もないってわけだ。それどころか、北朝鮮や中国との関係入りに躍起となっている韓国を、アメリカが果たして同盟国とみなせるのか、世界の常識で言えばありえないってのが一般的だろうな。一応、信頼はできないが同盟国もどきの韓国に対して、アメリカは F-35A の販売には応じ、配慮を示しているよ。ただし、F-35A の運用に関して運用のノウハウが不足しているとして、アメリカ主導の教育プログラムを有料で提供するとしているんだけど、その有料の部分が気に入らないのか、韓国国内ではアメリカに対する非難の声が上がっているみたい。自国を守ってもらっているくせに、厚かましいことよね。まあ、それがわかるような韓国国民ではないか。マラドの件について、少し話を戻そっか。そもそもなぜ韓国海軍がマラドなどの建造に踏み切ったのか、それは上陸作戦を円滑に遂行するためであるとされているよ。当初は、上陸作戦の支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇など上陸用の船艇も同時に装備して、強行上陸から支援攻撃まで達したようにこなせる万能艦としての用途を想定していたようだね。そして、搭載するヘリコプターは日本でも話題のオスプレイを想定していたようで、空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルを持たせようとしていたんだけど、現状においてそこまでの習熟はなされていないんだ。そして、マラドに関連するプロジェクト名は、意外なことに大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているみたい。なんでも、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているようだね。その割には日本向けに軽空母にするぞとアピールしているんだから、本当に何を考えているのかわからない国だよ。韓国の考えの中身がアメリカへの依存脱却もあるかもしれないな。アメリカが要求した、弾道ミサイル迎撃システムサードの韓国内配備を受け入れた結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がっているようだし、確かに、中国と朝鮮が6国と軍主国という関係性が長年続いており、韓国国民の中にも中国の言うことは聞くべきだとの価値観を持っている人も多いはしぜ。アメリカは何もしてくれない。中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを、国際政治の中で標榜するというのだかは、もうつける薬はないよね。マラドを軽空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないね。韓国の現状では、有利になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されているからこそ戦争が抑止されていると考えていいと思うよ。だからといって、軽空母が1隻あれば抑止力が完成するわけではないんだ。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで戦力となっているんだけど、韓国にこれだけの打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけで、韓国のように日本が持っているのが悔しいからのように、
短絡的な目的でもないんだ。まあ、軍事関係者の中で韓国はネタの宝庫だから、今回もいいネタを提供してくれたと思い、笑っておけばいいのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナとロシアの状況は悪化の一途をたどっているね。もうとっくに軍事施設以外の建物にも攻撃しているし、ロシアは市民を巻き込む気満々だよ。実際、ロシアは避難所であろうと何であろうと、徹底的なまでに攻撃しているもんな。しかも極音速ミサイルまで使っているみたいだし、もはや総力を挙げてウクライナを潰しにかかっているぜ。ウクライナも前線しているけど、やっぱりロシアが相手じゃ厳しいよね。ウクライナの大統領は力強い意志を持った指導者だが、物量の差は覆しがたいよな。何にせよ、早々に終結してくれることを願うばかりだぜ。終わらせ方も難しいところだけど、一日でも早く終わらせて、何よりこれ以上犠牲者を増やさないようにしてほしいな。お願いだから民間人を攻撃対象にしないでほしいよ。そうだよね。日本も対岸の火事とは言えないし、もしもの場合に備えて軍備を整えておく必要があるよね。さて今回は、かつて日本海上自衛隊の主要仮想敵だった旧ソ連の潜水艦についても踏まえて、近年はあまり取り上げられないけど、今でも60余隻を数えるロシアのその戦力について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年、尖閣諸島をはじめとする日本の南西諸島などへの中国の軍事的脅威は高まりを見せ、2021年にアメリカがバイデン政権へと移行する狭間でその動きはさらに顕著だと言えるよ。そうした中国海軍の艦艇に対し、日本側としては海上自衛隊の潜水艦隊を強化し、領土領海への接近阻止を担う最重要兵器として、その22隻体制に向けた拡充を続けているんだ。しかし太平洋戦争後の旧ソ連の崩壊までの長らくの間、海上自衛隊や日本自体が最大の仮想敵国として想定していたのは紛れもなく旧ソ連であり、現ロシアもその延長に位置しているぜ。現ロシアは過激な発言も多いし、日本に飛び火しないとも考えられないから怖いよね。ロシアと中国は水面下で繋がっているだろうし、太平洋戦争後の日本はその敗戦により航空機の開発などがアメリカなどの連合国から禁じられてしまったけど、同様に潜水艦も保有すると渡航禁じられた兵器のうちの一つだったんだ。この潜水艦を日本が再度保有することが認められたのは、皮肉にも太平洋戦争においては同じ連合国の一員に名を連ねた旧ソ連とアメリカとが激しく対立する、冷戦構造が生じたためだね。朝鮮戦争を経て、旧ソ連の封じ込めを日本の武装解除よりも重視し始めたアメリカによって、再び日本は潜水艦の保有の必要性が認められることになり、当初それはアメリカから貸与されたものだったんだ。海上自衛隊がアメリカ海軍の打倒級潜水艦を貸与され、それを黒潮と名付けて収益させたのは、ちょうど太平洋戦争終結から10年後の1955年でここから海上自衛隊の潜水艦運用が始まったよ。紆余曲折を経て、今では世界トップクラスの潜水艦保有国だもんな。この成り上がり方こそ、日本の魂そのものだと思うぜ。本当にそうだね。旧ソ連は現在のロシアも同様に伝統的に陸軍国ではあるけど、米ソの冷戦時代には圧倒的に優位な戦力を持つアメリカ海軍、特にその空母打撃群の自国への接近阻止を戦と潜水艦を配備したってわけ。旧ソ連はアメリカ海軍のように潜水艦の動力源を原子力推進型に一本化はせず、通常動力型潜水艦も同時並行で配備を続けており、その流れは現在でも変わっていないぜ。こうした旧ソ連現ロシアのような潜水艦運用は、近年の増強が著しい中国やインドで同様の状態であり、それもかつて旧ソ連の技術支援を受けて潜水艦を保有している両国に共通しているんだ。現在のロシアは2020年度のグローバルファイアパワー等の軍事力ランキングでも、アメリカに次ぐ世界第2位というポジションをキープしているけど、以前のような勢いは失われつつあるみたい。それでも今の状況を見る限り、ロシアの力は驚異的だよな。伊達に世界第2位の位置にいるわけじゃないってわけだ。そうだね。というのも額面の軍事費では今のロシアはアメリカの 12% ほどしかなく、国家としての GDP も実は韓国より少なく、どちらかといえばこれまでの遺産でその地位にいると見た方が正確だね。それでも旧式な艦艇も含むとはいえ、2021年時点でもロシア海軍は多数の潜水艦を保有しており、戦略型原子力潜水艦、攻撃型原子力潜水艦、通常動力型の攻撃型潜水艦等60余隻を数えるよ。
陸軍同様、海軍においても警戒しなきゃならないってわけなんだね。2020年12月に新型の SLBM 潜水艦発射型弾道弾の発射実験に成功したと報じられた。ウラジーミル・モノマフはこうしたロシア海軍の戦略型原子力潜水艦ボレイ型の3番艦だね。ここで使用された SLBM-3M14 ブラバーミサイルは射程距離が8000から9000km にも及ぶとされ、現在アメリカや日本が備える弾道ミサイル防衛網を無効化する兵器と言われているよ。ボレイ型は水中の排水量が24000トン、全長が170メートル、全幅が 13.5 メートルにも達する巨艦で、背面上部26機の SLBM 発射艦を備える戦略型潜水艦で4隻が就役、追加で4隻が建造予定だね。ボレイ型でも海上自衛隊で最大の排水量を誇る護衛艦出雲加賀の満載排水量26000トンにほど近い大きさだが、ロシアにはこれ以上の戦略型潜水艦も存在しているぜ。それがタイフーン型であり、水中排水量最大48000トン、全長が175メートル、全幅が23メートルに20機の SLBM 発射艦を完備していたが、6隻中1隻を除きすでに退役が行われているな。またロシアにはヤーセン型と呼ばれる原子力潜水艦も存在し、こちらは SLBM 発射艦8機と 533mm 魚雷発射艦10門を備えており、攻撃型潜水艦の性格と対地攻撃の両面を合わせ持つんだ。このヤーセン型は設計自体は1990年までに完了していたものの、旧ソ連の崩壊で1番艦の就役は2014年まで遅れたけど、これまでに4隻が就役し、その後も5隻ほどが建造されると予想されているよ。純然たる攻撃型の原子力潜水艦としてはシエラ型があり、こちらは前期の1型と後期の2型に大別されるけど、各2隻ずつが建造され、これまでに1隻が退役、3隻が就役中と見られているね。シエラ2型は、水中排水量約1万トン、全長約110メートル、全幅約 12.3 メートルの艦隊に 533mm 魚雷発射艦6門を備えており、さすが原子力推進だけあって水中の最高速度も32ノットを上回るものとなっているよ。通常動力型の攻撃型潜水艦としてロシア最新の艦はラーダ型だが、未だ1隻のみが就役した状態で、以前のキロ型が旧ソ連時代の1982年から就役、今でもロシアで20隻、中国でも12隻が稼働中だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のお題は安全についてだよ。安全？そうそう。安全だよ。みんなは安全第一というスローガンを知っているかな？工場なんかで働いている人には馴染みのある言葉だと思うぜ。その安全第一というスローガンには続きがあったんだ。安全第二とかかい？違うに決まってるだろ。安全第一の他は、品質第二、生産第三だぜ。正解だよ、知ってるなんて意外だね。日本で知らないっていう人が多いのは当たり前なんだ。どうして？実はもともとはアメリカの企業で使われていたスローガンなんだ。え、日本じゃないんだね。日本では安全第一の部分だけが使われることが多く、実際に工事現場や工場などでは安全と第一の間に緑十字を挟み、安全プラス第一と表記されているな。ちなみになんだけど、安全第一とスローガンが掲げられてからは、労働災害による死亡数が、1000人を下回っているらしいんだ。安全第一と掲げるだけで減るなんてすごいね。高度経済成長期には亡くなる人が6000人を上回ったことがあるらしいから、安全第一で皆さん頑張りましょう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。今日も、一日、ご安全に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 。
最近バイクの値段がすごく高騰しているみたいだね。そうらしいな。10年前までは比較的手に入りやすかったはずが、中古でもなかなか手が出せない値段になっているって聞くぜ。多分、アニメの影響だよね。今すごく流行ってるし。人って組織社会ってこともあってからか、影響されやすい生き物だからな。少し前のアニメのキャラクターと同じ髪色にするスタイルが流行っていたしな。グラデーションってやつだよね。あのアニメに関しては爆発的な人気だったよね。きっとみんな頭の中で各々の呼吸を口ずさんでいたはずだよ。それはお前みたいな子供だけだよ。アニメが好きなのに大人も子供もないでしょ。すごい剣幕だな。まあそうだな。まあ何にせよ、他人のものがよく見えちゃうし、他人よりいいものが欲しいって思うのが人だよね。よくも悪くも人の性質だよな。他人よりいいものをと追求することで競争意識を生んで、新たな発明をすることもあれば、妬みや嫉妬でそれらを凝らしてしまうこともある。哲学的だ。よくわかんないけど平和が一番だよね。うんうん。それじゃあ本題だけど、今回は中国海軍の055南昌旧駆逐艦についてと、中国への日本の対策について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年の中国海軍といえば、航空母艦として中国での一番艦で練習艦とも言われる遼寧や、初の国産化を果たした山東などが台湾沖や南シナ海で演習を行うなど、その活発さが目につくよね。ただしこの2021年にはこうした遼寧や山東が中国の沿岸部で活動を停止して長時間停泊したままの状態であったり、アメリカ海軍の駆逐艦に接近されたりと、まだ本格的な戦力とは言いかねるようだよ。俺らはまだ本気じゃないぜって感じかな。まあそれでも中国はこれらに続くさらに大型で原子力推進、そして電離式カタパルト等を実装した本格的な航空母艦の建造を再開しているとみられ、いずれは脅威度を増してくることは間違いないだろうな。うん、航空母艦を効率的に運用するにはアメリカ海軍のような空母打撃群の編成が必須であるし、防御力の脆弱な航空母艦を周囲で護衛する艦艇を多数配備することが避けられないと思うよ。アメリカ海軍では大型の原子力航空母艦1隻を、攻撃型原子力潜水艦1隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦1隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦2隻とその他補給艦などで構成する体制を敷いているんだ。これらを含めて1ユニットの空母打撃群と総称しているが、11隻の大型原子力航空母艦を保有しているため最大で11ユニットもの数を運用しており、修理点検、訓練、休養のローテーションを維持しているとのことだよ。これだけ大掛かりな空母打撃群を保有するからこそ、アメリカ海軍が世界中にその戦力を投入することが可能であり、イギリスやフランス、ロシア等の他の航空母艦保有国を圧倒する展開力を持つんだよな。こんな国ともっとも密につながっているのが日本だと考えると誇らしいよね。最強の軍事力を持つアメリカとそれを支える最高の技術力を持つ日本。この二国が組んでいれば怖いものなしだね。そうだね。中国海軍としては一気にアメリカ並みに世界中に派遣できる空母打撃群を編成するには、同様に11隻以上の大型の航空母艦を用意する必要があるだろうけど、西太平洋に限定するならばもっと早まるだろうと予想されているよ。そうした中国海軍の拡張の中で、これらの空母打撃群の艦隊防空を担いうる規模の大型の水上戦闘艦が055型南昌旧駆逐艦であり、すでに2020年に就役を始めていて、今後大量建造されるだろうと囁かれているよ。2021年3月にはこの055型南昌旧駆逐艦を中核とした、水上戦闘艦のみで構成された艦隊が対馬海峡の公海上を通過して日本海方面へ北上したことが報じられ、自衛隊も監視活動を強めているようだね。055南昌旧駆逐艦って具体的にはどんな駆逐艦なの？055型南昌旧駆逐艦は、基準排水量1万、1000トン、満載排水量1万、3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊に COGAG 方式の機関部で最大出力13万馬力、最大速力32ノット、航続距離5000海里とされているよ。ちなみに現行のアメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦が、基準排水量7242トン、満載排水量1万、10トン、全長 172.46m、全幅 16.76m で最大出力 8.6 万馬力、最大速力30ノット。このため055型南昌旧駆逐艦は、大きさ容積ともにタイコンデロガ級巡洋艦を上回っており、アメリカをはじめとする西側諸国ではミサイル巡洋艦とみなし、
零班型巡洋艦として認識されているよ。2021年現在、この05型南昇級駆逐艦をしのぐ排水量の水上戦闘艦は、アメリカ海軍のズムボルト級駆逐艦3隻とロシアのキーロフ級巡洋艦4隻しか存在しておらず、すでに両者とも建造は終了しているんだ。そこからすれば中国海軍の05型南昇級駆逐艦は、事実上建造が継続されている中では世界最大の水上戦闘艦艇であり、すでに3隻が就役、5隻が建造中、追加で8隻が予定されているぜ。05型南昇級駆逐艦はその大きさから兵装の多さも特徴で、四方には前級の052型駆逐艦同様に HPJ45 型 130mm 単装砲1機、中核には GJB5862006型VLS を合計112セル装備していると見られているんだ。GJB5862006型VLS って?この GJB5862006型VLS は、アメリカ軍をはじめとする西側諸国標準の MK41VLS より1セルあたりの容積が約 1.6 倍とも言われており、艦首部分に64セル、艦中央に48セルが配置されているよ。GJB5862006型VLS には艦対空ミサイルとしては、射程距離約200キロの長距離用の HH99B や、同約30キロの中距離用の HQ16 を搭載して運用することができると言われているぜ。また艦対艦艦対地の両方に使用できる雷霊18の搭載可能であり、こちらは射程距離が約220キロから540キロまでと推定値にもばらつきがあるが、中長距離攻撃が可能であることは間違いないだろうな。05型南昇級駆逐艦はこうした兵装を運用するために、S および X バンドのアクティブフェイズドアレイレーダーを備え、これらに加えてステルス機探知用の UHF 隊に対応しているとの指摘もあるんだ。仮にこうしたステルス機探知能力の保有が事実だとすれば、日本が調達中の F-35A や、これに搭載する JMS ミサイルは海面近くの低空の場合200キロ未満の射程距離になる恐れもあり、HH99B で撃墜される恐れも生じるんだよね。そこでそうした事態を回避する方策として F-15A に改修を施し、最大射程900キロ以上の空対地ミサイル JASSMER をベースに、最大射程800キロといわれる空対艦ミサイルロラズムのストックを目指しているってのが現状だぜ。超長距離から一方的に迎撃する構えなんだね。まるで長距離部隊みたい。現状では空対艦ミサイルロラズムの射程距離を上回る艦対空ミサイルは存在しないため、敵の射程距離外からのアウトレンジ攻撃を可能とし、敵艦艇の接近を阻止しようとする方針だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。見てくれて、ありがとう。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